皆さんこんにちは、任天堂の阿沼です。今回もミニゲームをご紹介したいと思います。はい、今回もクロックタウンを出まして、あの雪の山があるんですけど、そこにある山里っていう地方で、ゴロンのレース場というところに来てます、ね、あのもう早速、リンクはゴロンに変身してますが、ここに子供が、よいしょ、ねえ兄ちゃん出ないよ、出ないよっていきなり言ってますねお、いきなりねえねえ出るよね、何の説明もなしですね、すごいですねこれ。あの実はですね、ここのあのゴロンレースっていうのは、あの当時というかオリジナル作った時、あの私が担当したところで、これちょっとね自分でやるっていうのはなかなかちょっときついものがあったりするんですけど、まああの久しぶりなんで、チャレンジしてみようと思います。マルコが減ったらコースにある緑の壺で補給する。あのゴロンがねゴロゴロ回転しながらあのスピードを出すためには魔力がないとですねできないですね。なのでコースの中にあの魔法の壺が落ちてるので、それをこうあの取りながら魔力を補給していかなきゃいけない、そういう遊びです。いきます。後ろからね激突されるとね速度が落ちるんですよね。あれこういう何とかね、なるべくこう、そして魔力を吸収しないといけないんでね。あれよっとジャンプしてよいしょ、うわあのひどいですね、これはもうちょっとやばいと思いますね。全然出さないですね。加速していくよ。よいしょ。落ちましたね。全然ダメですね。やりますよ。自分の作ったレースですからね。いきます。よいしょ、やっぱりその基本いいですね、いいですね、うわダメなのか、いやまだ理科まで行きましょう、大丈夫、ここみんなねぶつかります、そう設計されているのおいちょっと待って、やばい、ここでおーい、もう勝てそうもない、ね、あの僕当時ゲーム作った時、あの誰もが普通に勝てる、そういったレースにしたつもりなんで、おかしいな、あ少しあのフライ気味少しじゃないあの少しフライング気味に出ると楽っていうのはまあもちろんあるんですけど、これぐらいですね、違うわごめんなさい、この辺のね感覚もねバランスねサブできてますね、あこんぐらいですね、全然フライングになってねえか今でも後ろからこう当たりに来ますから、ちょっとこう避けながらなんか行ったりした方がいいですね、あもう絶対当たりくるんですね、これここは取っておきつつの次は別に、あ当たってきてる、うん、でこのね爆弾がね2箇所設置、ここも気をつけてください、でこっから今度木立抜けていくところですけど、ここで当たると最悪なことになるんで、ここをうまくなんとか、あもうああ あのこれはなんかあのお面で何か、あないないですよね、なかったです、そうです、これガチ勝負です、男と男の戦いです、
行きますよ、ついてください。ね、ここら辺の混戦がね、混戦すぎないとね。おい頑張れ頑張れ、ゴロ。いや、もうなんかダメな感じ知ってます。いや、いけません、まだ全然。行ったじゃないですか。行けてないのかな。やった、やりました。あのコツロのね、最たるものは最後のコーナーのとこをずっと壁沿いにギャーッと行くとですね、意外といけちゃうんですよ、これ。はい、ではまた、次の、ミニゲームでお会いしましょう。ギャーッと行く。